はいどうも、こんにちは、こんばんは、セシルです。今回の動画はキラーでどのパークから撮ったらいいのかわからない人向けの動画となっております。何撮ったらいいかわからない方は、まあこのパークを撮ったらいいんじゃないのかなっていうね、おすすめパークをねご紹介していきたいと思いますので、まあ参考になれたらなっていう感じでございます。それではね、早速ね紹介の方していくんですが、真っ先にやっぱり撮った方がいいパークっていうのがありまして、ハグのこの真ん中のこのパーク、呪術破滅というねパークなんですけど、このパークは何ぞやと言いますと、生存者が、発電機が手を離すと自動的に、200% の速度で進行度が後退していくっていうね、あの呪術トーテムとなっております。で一応ねこれね 100% って書いてあるんですけど、これレベル3にすれば 200% っていう風になりますので、かなり強力な遅延パークとなっております。まあなんだかんだで一番強い遅延パークはやっぱり破滅ですね。ただ呪術なので、まあ、すぐに壊されることもあるので、ちょっとそこはねデメリットとしてあるんですけど、それを踏まえてもやっぱり一番強い遅延パークっていうのが呪術破滅です。まあ通称ルインとも呼ばれるんですけど、破滅と呼ばれるものです。開幕30秒で速攻なくなって意味ないじゃんみたいな、だったら積んでいかないっていう人も多々いるんですけど、でも一番強い遅延パークとなっておりますので、上級者の方も採用率がかなり高いパークです。なので、一番最初に取ってもいいんじゃないかなって思っておりますので、何のパークを取っていいかわからない方はまずハグの破滅を取りましょう。はい、次クラウンのパークです。真ん中のやつ、イタチが飛び出したっていうパークなんですけど、これは、発電機を蹴ると、まあ、25% と後退するっていうパークなんですけど、まあ、条件が生存者をフックに吊るして、ここに40秒って書いてあるんですけど、多分これ1分になると思うんで、吊るしてから1分以内に発電機を蹴ると即座に 25% 後退させるっていうパークとなっております。で破滅と一緒に持っていくんでしたら、破滅が壊れてからイタチで保険として使うっていう感じになります。破滅が生きてる間は発電機を蹴ることができませんので、破滅がなくなったらイタチで遅延の補助をしていくという感じの立ち回りになります。これもかなり採用率が高いので、まあ取っておいて損はないので、迷ったらこれを取っておきましょう。でまあついでにこのまやかし、まあついでにね、これレベル20で習得できますので、でこのまやかしっていうのが障害物を乗り越える速度が 15% 上昇する、 5% って書いてありますけど、これ 15% になります。 15% 上昇して、なおかつその場所を16秒間封鎖することができるという感じですね。まあ窓枠を封鎖できるっていう感じ、飛べなくなるってことです、サバイバーが。なので2窓チェイスだったりとか、まあ、窓がある建物とかね、ジャングルとかをあらかじめ乗り越えをしといて封鎖しといて、チェイスの時間を短縮させるというパークになっておりますので、まあこれはちょっと使い方がね少しだけちょっと難しいんですけど、慣れればすぐ使えるようになると思いますので、これもトホキラーからしたら、結構ね、強いパークとなっておりますので、まあついでに取っておいて人もないので、まあこれ前かしもで、その次にタッチですね。はい、お次はプレイグ姉さんでございます。プレイグ姉さん、レベル20で、取れる、おー喋っちゃう、ちょっと黙っといて、レベル20で、取れますこの堕落の介入なんですが、このパックは何ぞやと言いますと、最初試合が開始してから自分から一番遠い発電機3つをブロックするっていうパックになっておりまして、80秒って書いてありますが、これ120秒間、発電機をブロックするというパーク。自分から一番離れたところの発電機3つブロックするっていうことは、その一番離れた場所に生存者が湧く確率っていうのは結構高いので、まあ、そっちの方に行けば生存者を見つけられる確率も高いと、策的にもまあちょこっとだけ使えるよっていうパークになっております。でその120秒間の間に目指すのは、だいたい2釣りぐらいできたらいいかなっていうね、2釣り頑張って2釣りしましょうみたいな感じで立ち回ればいいかなと思います。ただ堕落を3つって言われる立ち回りがありまして、サバイバー側にも堕落の介入が入ってる間は徹底的に隠密して、堕落の介入が切れてから発電機を回すという、でそれをやられちゃうと完全に腐ってしまう状態なんですけど、まあ、そこは気合で索敵して見つけ出して1釣りでも、まあ、目標は2釣りをしましょうという感じですね。でこの3つブロックされていると何がいいかって、あの開幕2台発電機が上がることが極端に減るので、ここはいいかなと。やっぱりあの堕落の介入がないと開幕にね1台2台ボボンって上がって3台からスタートみたいな試合が結構あるので、まあ、それを防ぐことができるかなという感じなので、この堕落の介入も上級者の方も採用率かなり高いパークとなっておりますの
ので、まあ迷ったら取ってみてください。で、まあこの3つが結構強力な遅延パーク、おすすめというかよくみんな採用しているパークとなってるんですけど、破滅、イタチが飛び出した、ダラコの介入。迷ったらこの3つとりあえず取っておきましょう。破滅はもう絶対に取っておきましょう。で、まあイタチもまあいるかな、まあダラコの介入もいるかな。喋るじゃないよお前は。なのでまあとりあえずこの3つを取っておけばいいかなという感じですね。堕落の介入、破滅、イタチを採用した場合の、立ち回りとしては、まず堕落の介入が入っている間、まあ、頑張って煮釣りしましょう。で、破滅が生きている間はどん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 発電機を邪魔をしに行きましょうという感じで、まあキャンプとかしずにどん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 発電機を邪魔しに行けばいいと思います。とりあえずはそれ以上のことはね、もう上級者の、ね、領域になっちゃうので、もう最初のうちはどん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 サバイバーを見つけて追っかけてってダウンさせればいいと思います。で、破滅が壊れてしまったら、まあ釣るのを意識して、で釣って、遅延を入れると。で、遅延を入れる場所っていうのは、まあなるべくここを回されたら割れちゃう、もう発電機がすごい離れたところにしかないよっていう状態になってしまいそうな発電機をやっぱサバイバーも回してきますので、そういう割れないように、発電機を固める意識で発電機を交代させていけばいいと思います。で、とりあえずまあいろいろまだね、たくさんパークあるんですけど、この3つはね、あのかなり強力なパークになってますので、まあ必ず取っておいてもいいんじゃないかなっていうね、序盤にもう最初もう取っておいてもう全然いいと思います。で、まあついでにこのカニバルくんの一番左のパーク、バーベキュー&チリっていうパークなんですけど、まあこれは索敵パークと、まあブラッドポイントが上昇するパークなんですけど、このパークっていうのはフックに吊るしたら40メートル以上離れたサバイバーの姿が見えるようになるよと、4秒間見えるようになりますよっていうパークで、サバイバー4人1釣りずつすれば最大 100% ブラッドポイントが上昇しますよと、1人 25% ずつ増えていく感じなんですけど、だから4人いたら1回ずつ釣ればブラッドポイントが 100% 上昇ということなので、ブラッドポイント稼ぎにかなり使えますので、いいパークです。で、まあフックに吊るした4秒間40メートル離れたサバイバーを見ることができると。まあ対策されちゃうんですけど、サバイバーの対策は、まあ、40メートル以内にいるか、もしくは40メートル以上離れた人はロッカーの中に隠れているとこれは映らないので、あ、遠くにいないからみんな映ってないか近くにいるのかなとか、そういう過信はしないのがまあ注意なんですけど、まあこいつも取っておいて、まあ損はないかなというね、アドオンをねガンガン取れるようになりますので、まあこいつもね取っておきましょう。で、まあいろいろねパークあるんですけど、あれもいいこれもいいとか言ってたら、結局何を優先して取ったらいいのっていう話になっちゃうので、さっき言った3つのパークと、まあバベチリかな、まあこれを取ってから、まあいろいろなパーク手出したらいいかなと思います。で、注意点として、一気にいろいろなキラーを買っていろいろなパークを取っちゃうと、いざこのキャラクターを育てたい、まあ好きなキラーを育てたいって時に、もういろんなパークを取りまくった後に育てちゃったりすると、習得しちゃったパークすべて出現しちゃうので、なかなか欲しいパークが出てこないっていう状態になっちゃうので、まずは取らせたいパーク、堕落、破滅、イタチと、まあバーベチリらへん、まあこの辺を先に取っておいて、で好きなキャラクターにこのパークを習得させて、いろんなキラーを触ってみるのもいいのかなと思います。まあ迷ったらこのパークを取っておきましょう。絶対に損はないので、迷ったらこの3つ遅延パークを取りましょう。まあざっくりとしたね、まあ簡単な動画ですが、まあ迷ってる方、どのパークを取っていいかわからない方がいましたら、ぜひねこう参考にしてもらえたらいいかなと思います。じゃあね、今日はねこう簡単ですが、この辺で終わりたいと思います。いつもね配信とかね、あのデッドバイデイライト本家、まあモバイル版も配信をしておりますので、まあ時間がある方は、まあチャンネル登録してもらってね、遊びに来てください。なんか質問があればコメントしてもらえれば、答えれることなら答えますので、ぜひ遊びに来てください。じゃあご視聴ありがとうございました。じゃあまた動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。